タッキーの心情と戸べの快進撃、旧ジャニーズ後輩への支援。滝沢秀明氏の心情と戸べの快進撃、旧ジャニーズ後輩への支援の舞台裏。滝沢秀明氏、通称、タッキーが率いるエンタテインメントカンパニー、戸部が新たな試みとして展開した YouTube 生番組、ドビーン、が大きな注目を集めている。 滝沢氏は番組中に、旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップのタレントに対して守ってやりたいという思いを明かしその姿勢が話題となっている。本校では、滝沢氏の発言と戸部の快進撃の舞台裏に迫り、彼の後輩たちへの支援に焦点を当てる。戸部の新しい試み、ルービーン。 トベが公式スポンサーを迎え、様々な企画で構成される YouTube 生番組、d ー b i n は、初回から多くの注目を集めている。三宅県、北山博光、ナンバーアイ、の平野市を、神宮寺勇太、岸ゆ太、7人組ユニット、イムップ。メンバーらが出演し、コーストスシローが公式スポンサーとして協賛した。 同番組は同時視聴者数30万人を超え、アーカイブ再生回数も200万回を突破している。YouTube の番組で公式スポンサーを付けるのは新しい、試みとされその次回配信にも期待が寄せられている。特に、旧ジャニーズ事務所が性加害問題で揺れる中での飛べの積極的な動きが、業界内外で注目を浴びている。 タッキーの思い、旧ジャニーズ後輩への支援、滝沢秀明氏は昨年10月に旧ジャニーズ事務所を退社し、以後、同社を離れたタレントたちが次々に飛べに合流している。この中で、タッキーは SNS のライブ配信を通じて、旧ジャニーズ事務所のタレントたちに対する思いを初めて口にした。関係者によれば、滝沢氏は酒を飲んで酔った状態で、 ジャニーズなどの固有名詞に触れずに旧ジャニーズタレントへの思いを語ったという。その際に特に印象的だったのが守ってやりたいと思う子は多いとの言葉であった。これが彼が後輩たちを心からサポートしたいという本音を表していたとされている。一方で滝沢氏の行動が旧ジャニーズスタッフによるサポートから一転して トベの設立や運営に大きな労力を費やしている姿勢に反映されている。彼の口癖のようになっている、疲れたよ、との発言は、その苦労を物語っている。トベの快進撃と滝沢氏の苦悩トベは勢力を拡大し、メンバーは本格的な活動を展開しようとしている。しかし、その裏で滝沢氏は苦悩している様子がうかがえる。 昨年までの旧ジャニーズスタッフにフォローされながらも、戸部を一から設立し、運営することで生じるプレッシャーが彼にかかっている。疲れた、よと笑って口にするその言葉からは戸部の交流という成功の裏に潜む、滝沢氏の努力と苦悩が見て取れる。性加害問題が表面化した昨今の旧ジャニーズ事務所とは対照的に、 トベは積極的な動きを見せているものの、その一方で滝沢氏は後輩たちを気にかけ、支えたいとの思いが強く現れている。結論滝沢秀明氏が率いるトベの新しい試みである YouTube 生番組、ルービーンが世間の注目を集めている。その中で、彼が旧ジャニーズ事務所のタレントたちに対して、守ってやりたいとの思いを語ったことが明らかになった。 トベは勢いを増している一方で、滝沢氏はその成功の裏に潜む苦悩や努力をとろしている。彼の後輩たちへの思いが、トベの今後の展開にどのような影響を与えるのか、注目が集まっている。